皆さんおはようございます。12月の4日日曜日のビデオレターをお届けします。この動画はフラワー J の LINE 登録皆様に毎週日曜日の午前中お届けしている目で見て楽しめるお花の情報ということで、今日は本当に本当の今日の12月4日の朝に収録しております。まもなく生徒さんがいらっしゃるので、またね、あのドタバタなんですけども、リアルな教室の風景を今日お届けしたいと思います。12月の下旬ぐらいからね、11月か、フラワー、ジェンの教室ではリースの、レッスンをずっとね続けておりまして、その中一回、関西の方にも出張レッスンで、お邪魔させていただきましたけど、80名ぐらいの方がですね、こちらで私が用意したもので、お家のドアとか、リビングに飾っていただいていることになるんですが、皆さんのお家のね、中にあのこの森の香りが、するそんなね週末を迎えているんじゃないかなと、思っています。もちろんですね、リースに参加していらっしゃらない方とか、あと生徒さんじゃない方もこれを見ていらっしゃると思いますので、香りだけねビデオではお届けできないんですけども、ぜひお楽しみいただきたいと思います。今日はですね、午前中、これから5名の方がいらっしゃるんですけど、こんな風にですね、すごい汚いんですけど、今用意を途中まで続けているとこです。一人分ずつですね、山積みにしまして、それを自分で切っていただくっていう教室で、カットを、ね、するところからやるのでちょっと時間かかるんですけども、その切るたびに、木からですね香りが、出てきて、それが本当にね癒しになるので、切ってるうちにいろんな こだわりとかそういったことを忘れて、皆さん本当にただただ幸せな時間をね2時間楽しんで、いただけてるんじゃないだろうかと、想像して、それを狙っています。で、土台となるつるもね何回も説明してますけど、これが私が多分11月の中旬にこのビデオレターで紹介した、リースなんですが、こっちが上かな、こんな風にねドライになりましたね。で、後ろの方の土台をつるでこう、ね、作ったってことを説明しましたけど、こんな風になって見えますかね、多分今これ自然光なので本当に自然な感じで、なってきたので、それぞれの実物とか、グリーンがね、いい感じにこうなんか時を、ね、重ねているような雰囲気になっています。一方ですね、作りたてはこれ、生徒さんからお預かりしてるんですけど、ね、作りたてはこのぐらいグリーンの色がはっきりとしてるんですが、皆さんが思うよりもうちょっと何ていうんですか、落ち着いた色ですよね。多分ね、インターネットとかだとちょっとサイドを上げているお写真が多いと思うので、実際にはどうですか、やっぱりこっちの方がちょっと明るいかな。まだね水を含んでいるのでしっかり重いんですけど、だんだんこうやって軽くなってきます。乾いていく様子も、楽しんでいただくリースになってますので、今年ね参加できなかった方、ぜひ来年、そして、私たち以上の世代の人はだんだんね、これをですね、2時間かけて作る、ね、1時間半ぐらいかな早い人だと、その元気がねなくなってくるって方が多くて、今年も、作ってくださいっていうご依頼がすごく多かったです、生徒さんでもね。なのでまたお手伝いできることがあればやろうと思ってますので、ぜひ、お楽しみいただきたいと思います。そして、今日これね多分文字とか入れてる時間がないのでそのままお送りしますけど、次の週末というか週からですね、お正月飾りの、それはレッスンというよりも、材料をこちら提供して作っていただくという形になりますけど、お正月飾りを、今年も作ろうと思っています。今年の材料とかはこれからね、松とか仕入れるので、また、9日松が入った後にちょっとずつお知らせしたいと思うんですが、これすで、にちょっと前もって仕入れたものがありまして、去年ね、なかったので、欲しいって言われた人のために仕入れたんですけど、飽きちゃった人はもうないかな。日陰カズラと言います。これ150センチぐらい、こうね、あって、非常に、関東ではまだ馴染みが薄いんですけど、関西の方ではこれを、地につくほど長ければ長いほど、品が、格が上と言われてる、日陰カズラですね。日陰のカズラと言われます。これをね、松というか縄と一緒に水引きと一緒に垂らしていただいたりとか、したい人がいらっしゃるので、なんとかさん今年は用意してあります。
去年なくてちょっと残念だったので、ぜひこれお使いいただきたいと思います。こちらについてもまた、見本をね、作ってブログに上げたいと思いますので、ぜひ、お正月の飾りは今年は私はとてもシンプルに作ろうと思ってます。あんまりね大きいとか荒々しいのじゃなくて、非常にすっきりとした感じにしようと思っているので、皆さん一緒にね楽しみたいと思います。それでは、まもなく生徒さんがいらっしゃるので慌ただしくて申し訳ないですけど今日はこれくらいで、また、来週お届けします。やっとね寒くなりましたので皆さん本当に、体気をつけて、楽しい年末年始をお過ごしください。ではまた来週お届けします。さようなら。